うも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、東京都の方、東京のねホテル限定になるかと思うんですけども、 ANA とねマリオットボンボイホテルのコラボのキャンペーンがね来ておりますので、今回ね解説やっていきたいと思います。なぜね東京の方、東京エリアのねホテル限定かというとですね、現時点で GoTo トラベルキャンペーンがやっておりますよね、マリオットボンボイホテルで。ということなんで、今回のねキャンペーンはですね、ボーナスポイントがもらえるキャンペーンという風になっておりますんで、 GoTo トラベルね対象外っていう風になっておりますんで、まあ、今回ね利用されるっていうのは東京都の方、もしくは東京都のねホテル限定になるかと思いますんで、この点はねご了承いただければなというふうに思います。それではですね、今回のキャンペーンの概要なんですけども、予約期間が2020年の8月24日から2020年11月の23日までっていうふうになっておりまして、宿泊期間が8月の24日から2021年の3月31日までっていうキャンペーンになっております。今回のキャンペーンの特典については、1滞在ごとに2000ポイントっていうふうになっておりまして、キャンペーンコードはですね、プロモーションコードで JY6 でね入力するとこのキャンペーンで、ね、出てくるようになっております。ちょっとプロモーションコードについてはですね、ちょっと後で解説させていただきます。今回のボーナスポイントの付与時期なんですけども、滞在後ね5日から1週間以内で付与というふうになっておりまして、対象ホテルもですね結構あるということで、こちらもねちょっと後でね解説させていただきたいなというふうに思います。それではまずね、プロモーションコードについてなんですけども、こちらね知らない方もしかしているかなと思いまして、今回ね解説ね入れさせていただこうかなというふうに思うんですけども、こちらマリオットボンボイのね公式サイトになるわけなんですけども、この特別料金っていう枠にですね、プロモーションコードっていうのがありますよね。こちらを入力するとですね、プロモーションコードがね出てくるようになっておりまして、今回は JY6 って入力するとですね、対象料金が出てくるっていった感じになります。またね、今回のキャンペーンとはちょっとね話は外れてしまうんですけども、このプロモーションコードについては結構種類がありまして、ちょっとねここら辺に画像を出しておきますけども、長期宿泊料金 LTS、朝食付きプランなどが多いパッケージ料金ですね PKG、朝食夕食付きなどのプランがある PES、 早期予約割引の ADP、 宿泊日数のね何泊以上ね必要みたいな感じがあるんですけども、こちら LPR ですね、マリオットのリワーズメンバーオファーですね、 M11、12 とかですね、こんな感じで結構ねプロモーションコード自体はですね種類がありますので、こちらねスクリーンショットなど撮っていただくか、またねわからなくなったらねこの動画見ていただいてもいいと思うんですけども、覚えておくと結構ねお得に利用できたりねする機会もあるかなというふうに思いますので、こちらのプロモーションコードもね一緒に検索していただいて、お得にね宿泊してみていただけたらなというふうに思います。またこのプロモーションコードについては基本的にね条件が付帯しておりますので、その点はね覚えておくようにしてください。まあ何泊以上であったりとかですね、朝食付きプランであったりとか、まあ早くね予約しなきゃいけないとかね、まあそういう条件が満たした上でこの料金で利用できるみたいな感じになっております。それではですね、次に今回のねキャンペーンの話にね戻らせていただくんですけども、今回のキャンペーンの対象ホテルがですね、ちょっとここら辺に出しておきますけども、国内37のホテルということで、北海道から沖縄までですね対象ホテルがあります。ですけども、全てのマリオットボンボイホテルが今回ね対象っていうわけではありませんので、その点はね覚えておいてください。またね新規のホテルであっても、今回のねこのキャンペーン対象のホテルねありますんで、ぜひね利用される際はですね、こちらもねぜひね検討してみていただけたらなというふうに思います。それでは最後にですね、今回のキャンペーンの注意事項についてねいきたいなと思うんですけども、気をつけていただきたいのは、今回のこの JY6 っていうね ANA とのねコラボキャンペーンのね対象料金なんですけども、まあ1滞在につきね2000ボーナスポイントがもらえるわけなんですけども、利用する際はですね確実に通常料金等々ね比較を行ってから利用するようにしてくださいね。あまりにね価格差があるようであればですね、今回のキャンペーンね利用したとしても、ちょっとね差額が
多かったらですね、あんまり意味がなくなってしまいますんで、この点はね、確実にチェックしてからね、利用するようにしてください。またマリオットのね、キャンペーンは基本的に一滞在っていうね、言葉はよく使われるんですけども、今回のキャンペーンも一滞在につき2000ポイントっていう風になっておりますんで、何連泊してもですね、一滞在ってカウントされますんで、そちらはね、注意してください。二滞在っていうのはですね、基本的に A ホテル、B ホテルね、一泊ずつすると二滞在っていうカウントになりまして、一つのホテルで二滞在ね、稼ぎたいっていう場合はですね、仮に今日宿泊したとしますよね。そうすると明日チェックアウトするわけなんですけども、その日にですね、またチェックインするとですね、こちらは一滞在っていうカウントされてしまいますので、一つのホテルで二滞在稼ぎたい場合はですね、明日チェックアウトしてまた日を改めてチェックインする。そうするとですね、二滞在っていうカウントになりますので、この一滞在っていう言葉だけはね、注意していただくようにしてください。またね、今回のキャンペーンはですね、ANAとのコラボキャンペーンというふうになっておりまして、チェックインの際、もしくはチェックアウトの際にですね、ANAのマイレージクラブ番号はね、確認できるものを掲示する必要があるというふうになっておりますので、こちらについてはね、確実に持っていくようにね、していただけたらなというふうに思います。またね、今回のこのボーナスポイントのキャンペーンについてはですね、冒頭にも言いましたけども、ボーナスポイントがね、もらえるキャンペーンという風になっておりますんで、 GoTo トラベルキャンペーンね、対象外という風になりますんで、この点はね、間違えないようにしてください。いかがだったでしょうか。今回は ANA とね、マリオットボンボイホテルのコラボキャンペーンをね、解説させていただいたんですけども、例年だとですね、このキャンペーン出たらすごい盛り上がるんですけども、ちょっとね、今は GoTo トラベルキャンペーンがね、先行しておりますんで、35% オフでね、宿泊することができてしまいますんで、このキャンペーンね、利用してしまうと GoTo トラベルキャンペーンね、対象外っていう風になってしまいますんで、まあ今回のキャンペーンはですね、まあそこまで注目度はね、薄いのかなという風に思うんですけども、東京都のね、在住の方、もしくは東京のホテルに関してはですね、こちらね、利用することができますんで、ぜひね、利用する際は JY6 ね、プロモーションコードを入れていただいて、価格比較ね、ぜひしていただけたらなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。